報告丸。報告丸は、大阪商船が南アフリカ航路へ投入するために建造した、可客船のうちの一船、日本海軍に徴用され、太平洋戦争では、特設巡洋艦として、インド洋を中心に通称破壊を行った。大阪商船が南アフリカ航路へ投入する初めての新造船として、計画、1940年。 昭和15年6月に完成した優秀船舶建造女性施設の適用を受け、有事の徴用を前提として建造された。しかし、完成したものの実際に南アフリカ航海を行ったのは一度のみで、あとはもっぱら大連航路へと投入された。これは優秀船を近海で温存する方針だった政府の指令によるものである優秀船舶立て女性施設の適用条件の 一つとして、政府による運航命令に従うことが定められていた。1941年8月29日に海軍に徴用され、三菱長崎造船所で特設巡洋艦としての改装を受ける。10月15日付で、姉妹船の愛国丸と共に連合艦隊霊下に新たに編成された第24船隊に編入された。11月13日、日米海戦に備え、 クレを出港し、マーシャル諸島のヤルート島に到着。同島から11月26日に出撃する。第24戦隊の任務は、南太平洋における通商破壊であった。第24戦隊は、海戦を、ツアモチ諸島西方で迎え、その直後の12月13日には、ピトケアン諸島北西で初めて獲物となる敵戦に、出会った。これは、アメリカの貨物船。 セント・ビンセント、6210総トンで、同線は船体に警告を受けたがこれを無視して、逃走しようとしたため、撃沈された。翌1942年1月2日、搭載機の偵察により、アメリカの貨物船マラマ、3275総トンを発見。搭載機の爆撃及び放雷撃により撃沈している。沈前にマラマが、難信号を発したため、 第24戦隊は作戦を切り上げ、日本への帰還の途に着いた。なお、帰還途上の2月11日には、日本近海でソ連の貨物船を臨検している。南太平洋での通商破壊は、効率が良くなかったため、第24戦隊は3月付けで、解体され、報告丸と愛国丸は一時的に、第6艦隊第8潜水戦隊の付属となった。これは、 同船体のインド洋での通商破壊に協力するためである。報告丸、愛国丸の両船とも、この任務のために燃料や魚雷を潜水艦へ補給するための設備を設け、その改造期間中に手法を3年式14センチメートル炭装法に換装した。改装なって4月12日、報告丸は愛国丸と共に、クレを出発、同25日に、 ペナン島に到着した。ペナン出撃は4月30日で、その10日後の5月9日に早くもこの作戦の最初の戦果となるオランダのタンカー、ヘノタ、約1万5000総トンを打破する。ヘノタは、後に特設給油艦合せとなった。およそ1月後の6月5日、モザンビーク海峡南方で、イギリスの商船エリシア、6757総トンを発見し、 激鎮。6月17日には、第8潜水船対抗戦検隊に補給を行った。なお、抗戦検隊のうちの何隻かは、数週間前に特殊戦工程を持って、マダガスカルの戦いに参加したものである。これからまた1月ほど経った7月12日、ニュージーランドの貨物船、ハウラ機7113ンオーダホ、ハウラ機は後に、 キマ丸と改名され海軍が徴用、その後に作戦を終了し、ペナンに帰島した。作戦中、明記した以外にも、報告丸と愛国丸の両船は何度か潜水艦に補給を行っている。ペナンに帰港後、両船は南西方面部隊に所属し、シンガポールラバウル艦の輸送任務に就いた。この間に、シンガポールのセレター軍港でメートル機銃と、 搭載機、補い容器の増備を行ったという。11月1日、報告丸は再び、インド洋で、通商破壊を行うため、愛国丸と共に、シンガポールを出撃した。澄んだ海峡を抜け、インド洋に出た報告丸は11月11日に、オランダのタンカー、オンディナ、6341総トンとその護衛に当たっていたイギリス海軍、正確には、 インド植民地海軍の総海艇ベンガルを発見する。この頃、愛国丸はやや離れた位置にあって作敵に当たっていた。オンディナは以前に打破したゼノタと同じくロイヤルダッチシェル系のラコロナ所属のタンカーであった。報告丸はベンガルとオンディナに停戦命令を発出する要戦に近づいた。これに対し、ベンガルは 75mm、12ポンド単装砲一機と、 機銃若干のみという報告丸に比べればはるかに劣勢な武装であったオンディナを逃走させるために全面に出て戦闘を開始した。オンディナも逃走を図りつつ唯一の美法であった4インチ1 0 2トル、単装砲発射報告丸に数発の命中弾を与えた。この命中弾が報告丸にとって致命傷となる。被弾により 報告丸の後部戦隊で火災が発生。火災は芝叩く間に延焼し魚雷発射管の魚雷と搭載機にまで炎が及んで誘爆が始まった。消火作業と魚雷の投機が命じられたものの火星は強く補給用の魚雷庫まで炎上させて誘爆を拡大させた。正規軍艦に比べ防御力の弱い報告丸は損傷に耐えきれずやがて沈没してしまった。 合流した愛国丸も、報告丸を救うことはできず、放来劇によって、ベンガルを逃走させオンディナを炎上、放棄させた以外には、報告丸の生存者を救助することしかできなかった。なお放棄されたオンディナは、後に漂流中のところを脱出した、同線場組員が発見し、復旧の上へフリーマントルに帰還している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。